おやおや、この曲は、はい、はい、カトゥーンのフェイストゥーフェイス。あら、瀬戸のてっちゃんからもいただきました。マルチさんからも、シベリアンスタローンさん、そして友和さんからもいただいておりまして、田中信さんからもいただいております。なんでこの曲がかかるかということですが、主婦山主婦子さんですけどもね、5人組アイドルグループカトゥーンの、田中幸喜くんかね、との専属契約9月30日付で解雇したと、解除したということが発表になりましたということですね。はい、度重なる事務所のルール違反行為が理由で無断で都内にバーを経営していたことや、局部を露出したプライベート写真が流出したことなどが原因とみられます。田中はすでにグループを脱退して、今後は単独でタレント活動をする意向と、活動4人で活動は続けるということで、2006年に6人デビューした。で、10年に赤西くん、ね、脱退。しかも田中はソロとして事務所に残った赤西と違って、専属契約解除で、いわば首、プライベートでトラブル続きの田中に事務所が愛想を尽かした形になったということらしいですね。うん、ああ、これまあ、どうですかね。自分勝手なことをしてちょっといい気になってしまったんでしょうかね、ということですね。それからと、こちら、毛利くんからもいただいておりますが、4人になってしまいました。グループ名は皆さんご存知、カトゥーンって僕も最初聞いた時何やろうなと思いましたけれども、赤西が抜けた時もなんやかんやこじつけてカトゥーンのグループ名を存続させてきたけど、今回はどうなるんでしょうかねということですけども、はい、やっぱり勝秀幸さんからもグループ名の存続が気になります。ガツ一物さんは、カトゥーンというのはですね、メンバーの、頭文字を並べた名前ですね、亀梨とか赤西とか田中とか田口ね、いろんなこと、上田ね、だから赤西くんが抜けた時にカトゥーンの最初の、KA の A が赤西くんだから、はい、どうやって チーム名はするんだっていう話があったんですけど、うん、その時は確か亀梨くんがいたので、うん、亀梨くんの KA までを取れば、うんうん、まあよかった、赤西くん抜けてもカトゥーンでいけるって言いましたけど、そういうことですね。田中くんが今回抜けたことによってですね、はい、うんうん、これはどうすればいいかと、ここからがジャニーズのすごいところですと、まあ、ガツイチモスさんは、はい、カトゥーン、次も T で、田口くんの T はあるんですけど、ある、うん、で1個 T が抜けるので、ギリギリカトゥーンです。カトゥーン、カトゥーン、カートゥン、亀梨くんで A やから、ちょっと伸ばしてここは、はい、カートゥン、カートゥンというのが新しい呼び方で、ここがジャニーズのすごいところやなというね、はい、抜けていくのは抜けてもまだちゃんとカトゥーンは存在できるぞというところでございます。カートゥン練習してんのか練習してんのかこれでいいのかな無駄な努力してますね通用せえへん他の番組で、ジャニーズそう言えとは言ってません、言ってません、はい、はい、よいしょ